僕の授業で居眠りなんて、お仕置きしてほしいのかな？そうやって夕暮れまで寝たふりをするつもりかい？それとも僕の授業が退屈だったのかな？違う？なら疲れたのかい？返事をしないということはその通りのようだね。疲れている時に誘ってしまって悪かったね。お詫びに僕の肩を貸してあげるよ。今の姿勢よりは楽でしょ？大丈夫。ここはもう授業もないし、自習室でもないから。心配しなくても、もう誰も入ってこないよ。それとも、他の場所で休みたいかい？なら、僕の隣で休むといいよ。頭の中を空っぽにして、イメージしてごらん。軽くなった体が宙に浮いて、ゆっくりと降りていく。そして、温かな腕の中、あなたはただ身を任せるだけ。ちゃんとそばにいるから、安心して休んで。綺麗になったね。それじゃあこっちに来て。前に言ってたリンゴの剥き方、僕が教えてあげるよ。親指を少し上にして、ナイフをこう押さえるんだ。そうだね、もう少し上かな。僕と一緒にやってみようか。今よりも少し下に下げて。そう、その感じ。緊張して力を入れすぎないようにね。それじゃあ剥いてみようか。まずは切り込みを入れてみて。うん、上出来だね。次は僕と一緒に一周してみようか。ん？どうして僕が得意なのかって？これは僕の仕事とも関係があるからね。リンゴの皮むきを通し、患者さんの心理状態を見るんだ。あなたはどうしてこれを覚えようと思ったの？確かに、皮が最後まで切れなければ願いが叶うというからね。なら、こんな一節は知ってるかな？リンゴの皮むきは、永遠の愛を願う儀式でもある。皮が最後まで切れなければ、二人の愛は永遠に続くそうだよ。うん。僕たちのリンゴの皮も切れなかったね。つまり、僕たちも永遠に一緒にいられるってことかな。